どうも高井です。アディクションと加害者臨床っていう本ですが、この中に覚醒剤からそこからセックスの依存症に走ってしまった人の例が書いてあって、逮捕後数年間の執行猶予を経て現在は薬物未使用、2年間超えた以前からの頭状態の、ね、があって就労はしてないっていうか書いてありますけど、この方が覚醒剤を使用していたのもっぱら男性とのセックスの場面だった。よりハードで刺激的なセックスを求めたのはあくまで性の性欲という、生理現象のためだっていう、もうこの人は考えてたんですけど、しかし依存症からの回復途上にある現在、その生理現象は体の欲求というよりもむしろ自分が誰かに認められたいという承認欲求であり、心理的な欲求と結びつけられていたと振り返る。セックスしたからの性欲よりむしろ孤独のせいだったと。つまりセックスを求めていたのは体や心だったっていう。だからね、もう薬物を使ってセックスに依存していた人たちは誰もがこういう、もっと感じたい、もっともっと気持ちよくなりたい、貪欲にセックスの快楽を求められ、しかし実際には彼らは辛さや苦痛を感じないために必死になっている。薬物によって感情が失われるのではない、いやそもそも寂しいって感じる感覚がないという。依存症を持つ人たちは感情を感じないようにして生きていた、この感情を封印してきた彼らにとって不快な感情を一時的にでも封じる、込める薬物は使うのが身近なものかもしれないって話があって、要するに馬鹿にできないって話なんですけど、一応読んでみてくださいね。それでは。